お客様申し訳ございません、あの女性の参加者はあちら受け付け、女性参加者な今の高学歴のやつがね、頭ごなしに僕の言うことをね、なんでやねんなんでやねんとか言ってね、否定してくるんですよ。何晴れ宇治原って言うんですけど家のカレーはルーとご飯が一緒に盛り付けられているけど、ホテルのカレーはルーとご飯が別々、つまり別居させていただきますってことだ。なんか誰か出てきたぞおい。まあ大体お分かりと思うんですけど、好感度がないでしょ。いやいやいや、あのいやいや、いきなりなんてこと言うの、好感度がないってね。そんなことない、ちょっとありますよ私かて本当に、楽屋でバッドボーイズと喋りすぎじゃない？ギャー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 、今日もこの後サタと天心の木村君と飲み行くぞとか言って、何回同じメンバーで飲む、何の話がある。レディースオンザジェントルマン、肩絡ましとる。今からオークション開催します。ですね、カツの量がですね、150g、200g、250g とございますが、200g、 200g で、はい、かしこまりました。ですね、うちの 200g がですね、170g になるんですけど、 170g ってかっけえ。はい、おい、ねねて早く戻せよ。おい、何やってんだよ。師匠、俺この仕事もうやめたいです。今いい、ダメダメ、いいダメ、いい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 。あ、すいません。お前早すぎんだよ、お前もっとゆっくりやれ。お前早すぎる。シャワーを浴びようとします。どんな危険が予測できるでしょうね。え、急に熱いの出るとかね、なかなかお湯になんないっていうのもあります。ただここまで考えてほしい。こちらです、どうぞ。一本だけそっち行ってありますから気をつけてくださいね。もう間違いなくついてます。でな、はい、そのついてる例ってのが、9歳の女の子の例らしいのよ。違うね。やりたいことが見つからないときは、今自分が何を求められさせられてるかをさせられるな。いや全然入ってこない。安心してください、入ってますよ。野球に未練があったらこの先一歩も踏み出せないからな。確かにお前の言う通りだな。金輪際野球のことはきっぱり忘れるよ。ああ、今日がお前にとって新たな世界へのプレイボールだ。いきなり野球用語使うなよ。お前タツネコか。お前たまに動物の投稿動画とかで見る二足歩行でタツネコか。お前ノータバサノータバサ、ごちそうさまんさタバサ、イエーイ。山田さん、成田空港、うん、ここ羽田空港。あ、場所が違うってこと。そうです、最初からそう言ってよ。最初からずっと言ってましたよ。逆にこっちの方が狭くなって、こっちがぎゅうぎゅうじゃん。こっちがぎゅうぎゅうって、こっちが牛みたいになってんじゃねえかなって言ったもん。どうだった？1、3、せーの、ある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 。何してんの急に。なあ、あなた、おい、ちょっとごまかすな、ごまかすな。お前そこ歌詞間違え、届けたいちゃうやろそこ。いや、届けたいです、僕の声歌えよ。ややこしいな、これ。それではチケットの方確認させていただきます。はい、桑田真澄ディナーショー。違いますよ、変わってない。違う、何それ。どうもこんにちは、キリン田村です。今日はね、温泉使って美味しいもの食べて頑張ります。おやおや、田村さん張り切るのはいいですけども、ズボンとパンツぐらい履いてくださいよ。おかしいやろ、野生爆弾、爆弾コント、亀を積む、ね、これ自信の面白いネタなんですよ。よかったね、おめでとう。水産高校の修学旅行、学校の中に船持ってる、ね、その船で海に行って帰ってくるだけ、これが修学旅行。他の学校はディズニーシー、僕たちはただのシー。いや全然楽しないよ、海に行って帰ってくるだけ。イカのダンスは済んだのかい。やりますね。やるでしょ。はい、タコのダンスは済んだのこた。いや無理からやないかそれ。僕の薬箱アメリアメ、お前のこの能力マジすげえ、マジリスペクトだぜ。あ、ごめん、近くで見るとすげえ顔してんだな。パパイクミャクミャクチーニス。全然似てない。ちょっと待って、ちょっと待ってにしろ。ガタ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 とよ。何言ってんだてめえこの野郎。帽子取れっつってんだよこの野郎。兄貴バリン、うわ、やってもた。うわうわ、いややこやや、えって、先生のくせに。もう違う違う違う、ちくしゅう。はやっぱりとんでもねえな。いやいや、なんで頭は出せねえ。俺言いましたよね、すまない。あんた死ぬぞ。死にたくない。だったら頭出すなよ。了解だ。いや、だからかっ飛ばしてほしいならわかるんだけど、かっ飛ばせっていう命令をやめろよ。そんな窮地いないんだよ。
デン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 タイミング緊張すぎた。あの頃のように皆さんが落ち着いて、あらあら出た出た、ありがとうございます。さあ先生、何握りやしょう。じゃあカリフォルニアロール。邪道だな、おい。ハニホヘ、ハニホヘ、ハハハニホヘ、いろハニホヘとちりぬるよ。というわけで早速コント紙コップ自販機。私が霊媒師のキングインパクトと申します。見た目家で爆弾作ってそうなやつと実行犯でやってますね。誰が JY パークだよ。めっちゃ似てるやん今日。このペンションで起きた殺人事件、その犯人はこの中にいる。オーロラだ。オーロラだじゃねえ。おいクマ喋んなてめえ。おいアザラシさん。アザラシさんじゃねえんだよ。ママ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 お母さん。こっからなんだな。ワンツーワンツーマイクテスト。何してんの。開ければよくも悪さけど、歌に踊りにハッタリに、あーとはお前の笑顔がえ。あのインターネットにですね、誰が作ったか分かんないですけど、内間の家の生き方っていうサイトがありました。その前にこれ何色やね。紫でもないし、これ半蔵門線ちゃうわ。じゃ分からへんもん。大体分かるやろそんなもん。お前日本のことちょっと勉強してね。カタカタの日本語や。いけこれ。そういうサイトさん、はい、シャンプーは何を使ってるんですか。私ちょっとクリニカっていうのを使わせていただいてます。歯磨き粉じゃねえかそれ。パンはパンでも食べられない。パンはパンはパンでも食べられない。パンそっちが10回言うんちゃうでお前。システムエラーかお前。皆さん拍手をください。拍手をください、はい、できるんですよ、はい、うん、ね、僕スニーカーが好きでね。あ、すごい趣味でね、いっぱい集めてるよね。400足ぐらいあるんですよ。400足持ってるんです。すごいですね。何の歌なのこれ。信長が本能寺の変でお寺で寝てたら燃やされた。あっちっちって言うとるんや。なんで知らねえんだお前。ドレミファソラシっつって。初めてのお使いのことガキの使いっつってんのか。私この村では一番の美女なんです。だからあれなんだ、お前は B 級グルメのチャンピオンなんだ。 B 級グルメ、うん、ちょっとあなた今蹴ったわ。そうわ。やったわね、仕返し。やり返したらあかんねん。はい、今みたいな感じで息をねいっぱい吸いましょう。で見本をまずじゃあ見てください。はぁ見て。おーい、ヘボバッター、ここまで飛ばせよ。急にどうしたんだ。あなた誰ですか。船越英一郎です。船越英一郎だ。松井も持ってる。お前分け目分かんねえじゃねえかよ。ねえよ、何言ってんだ。この頭に分け目なんかあるわけねえだろお前。お前仮面ライダーがええんやろって。俺はな仮面ライダーやれや、うん、お前は藤原ライダーやる。それ何やねん。だからそれ何回言わすねんこれ。よし、ああこっちの方が楽しそう。何してんのそれ。ピザや。何してんのお前。誰がピザ生地を伸ばすねんだ家での、うん、何息子にピザ生地かぶしとんじゃお前よ。次の方どうぞ。失礼します。どうされました、うん、そんなにおじいちゃんじゃないんですよ。どうも、私サンドの飯より焼肉が好き。焼肉も飯だろバカ。料理研究家のサシスセソです。サシスセソなの。クマダムシーのお笑いコーナーダラダダダダラダダ。拍手。コロナさえなかったら今もどっかんどっかん向けてるんでしょうけど、コロナで全部やられちゃった。前 こっち半分だけ風邪ひいたことあるんですけど。嘘つくだって。だから冷えピタもね半分に切って何で半分やね。あるあるじゃなくてバーナバー。あるある言ってるだけじゃん。あなた過去に何ですか。あずきバー硬いって思ったことありますよね。今日の俺は寝不足で体調が悪いけど。言わん方がええよライブの序盤でそんなこと。ついてきてくれるか。インポッシブルのR指定コント、心臓の弱い方はお気をつけください。すいませんね、僕らもうすぐ終わりますんでね。すぐ終わりかね。ごめんなさい、だいたいね10分ぐらいねやれって言われてるの、ね、皆さんのね雰囲気でも今日はサービスですよ。サービス2分で帰りますんで。これ君が生まれた年のワイン。ちょっと待って、そんな本当に苦手なんだけど。マジで嬉しい。昭和6年もの。ババアやないかおい。
お前外国産の鳥使ってんねんそこだけ。どれが好き、どれが好きとかないねん。どれが好きとかない、どれが好きとかない、どれが好きとかない。はい、素肌に白衣着てんですか。はい、あ、なんかシャツとかそういう、なんか形がバスローブみたいなもんだから。いや、汚い。もうその辺同じですよってことね。ダメですよ先生なのに。はい、まもなく2番線に、で、まもなく2番線電車が参ります。黄色い線の内、黄色い線の内側まで お下がり、お下がりください。隣は押しちゃダメ。めっちゃカッコつけた最後。私、実は隠してたことが、ミキ、ミキ、ミキ。あるの、うるせえよ。まあ、おそばんでしたらね、20代から30代の男性が多く働いてるんですけども、みんな気兼ねなく教えてくれると思いますんで、まあ、逆にね、まあ、早番になってしまうとね、女性が多いんでね。早番ですいません、お客さん、あの閉店時間とっくに過ぎてるんで、出てきてもらわないと困るんですよ。すいません言うたな今。おじいちゃんの車は軽トラ、すごく怖いよ野生のトラ、偉大な歌手ですフランクシナトラ、お前は今日でリストラ。どんなポエムやねんお前。かーカメハメハめーえはーめは、いや出てないやもう。バランス間違えた、その前出したから出てない。最初ファーのこと思っきり声出した。何言ってんねん。えすやらへんがなお前。え遅刻しとるやないかい。なんでわざわざ大将、遅刻なんか私しません。今日私ね、シフトは10時ですよ。もう昼の1時や。遅刻しとるがな。やかましよ。おう、ちょっと話あんねんけどな。話、ああ手短に頼むよ。ああ俺忙しいから。ムカつくなおい。健康の秘訣を言って。健康の秘訣を言って。あ、真似しないでいいから。あ、真似しないでいいから。真似すんな。真似すんな。やめろ。やめろ。あんたバカか。お前よりマシや。おい、おい、